どうも、アイチーです。今回はですね、この、坪田信孝先生のどんな人でも頭が良くなる世界に一つだけの勉強法、この本を読んだ感想を喋っていこうと思います。これタイトルすごいですよね。どんな人でも頭が良くなるんだよ。で、世界に一つだけの勉強法だからね。これでさ、動画自分が撮ってこれをサムネイルにしたら、ちょっと叩かれそうだよね。ただね、中身は非常に読みやすい、まあ、勉強法について書かれているんですけど、まず、坪田信孝先生って言われてもピンとこない方もいるかもしれないですね。ただ、いいかね、この方、あれです。ビリギャルの作者さんなんですよ。だからそのビリギャルを書いた先生なんですけど、というとね、わかりやすいかなと思います。で、それのね、違う作品っていうか違う著書なんですけど、まず、まあ、タイトル通り勉強法っていうことなので、まあ、学生向けです。基本的にはね。で、中身も、例えばね、もう第一章のタイトルが、みんな勉強なんかやりたくない。やりたくないものにやる気を出すためには、っていうタイトルから始まったりとかして、実、なんだろう、読んでても、こう自分に当てはまると、あ、わかるわかる、そう、そういう時どうすればいいのかな、みたいな状況は結構ふんだんに入ってる感じ。で、まあ、実際にほんとプロの先生ですし、現場にね、教育をしてる、実際にやってる方なので、非常に具体的でわかりやすいから、もちろん全部が全部ね、当てはまるわかるわかるとはならないかもしれないんですけど、あ、この部分わかる、あ、確かにこれ、使えそうかも、とか、っていうのは、少なくとも1個は出会えると思います。どんな学生でも。うん、と思うので、ぜひぜひ読んでいただきたい。で、あとは、これね、なんか心理テストみたいのが1個入ってて、どこだっけな、タイプ別診断みたいな。9個のタイプ、性格の勉強法の診断テストがあってね、まあ、実は載ってるんですけど、で、それやってもらうと、例えば、完璧主義者タイプとか、カリスマタイプとか、芸術家タイプとか、そんなタイプの9個のタイプに分けられてて、まあ、自分もやったんですけど、で、そのタイプによって、そのタイプだったらこういう風な勉強法したらいいよ、みたいなアドバイスが載ってるので、多分これ楽しいと思います。友達とかでやっても楽しいと思うんですけど、なんでその辺もぜひね、チェックしてもらえたらと思います。で、まあ、実際ね、学生にとっては、そういった意味ですごくプラスになるよっていう、何かしらゲット、なんだろう、情報っていうか知識とか技とかをゲットできるから読んでごらんっていう勧めれるんですけど、今回ですね、一番お勧めしたいのは、これ、保護者の方に読んでいただきたいなっていうのが、自分が読んだ、素直な感想です。で、まずですね、まあ、例えば、実際に仕事をされてる方、まあ、お父様とかお母様でね、仕事をされてる方でも、社会人になっても、まあ、日々勉強じゃないですか。ね、大人になったら勉強しなくていいってわけではないので、もちろん、数学とか英語っていう勉強ではないですけど、社会人としてのスキルとか、そういったところもありますよね。で、そういった面でも、本当学生の時の勉強だけではなくって、人生における勉強っていうもの全体に当てはまる話が非常に多いので、そういった意味でも、自分のために読んでもいいのかなってすごく思います。で、もう一個は、その中高生、まあ、小学生とか中学生とか高校生をお持ちの、ね、お子さんをお持ちの保護者の方にとっては、例えば自分の子供がこういう時に、あ、こういうふうに考えたらいいのねっていうのを、おそらく、結構こう、目から鱗ではないんですけど、あ、そうなんだっていうことが、あるのではないかなと思います。自分もまあ、教育をずっとやってるので、割と、坪田先生はですね、以前からこうお話をこう聞いたりとか、テレビとかね、本を読ませてもらったりした時に、生意気ですけど、結構、教育における考え方が似てる ところがすごく多くて、共感できるところが多いので、だから好きでこうね、読ませてもらったりするんですけど、でも、実際で自分が教育のね、現場でやってた時に、保護者の方と話をすると、自分にとっては当たり前だと思ってるその教育の価値観っていうのが、まあ、全然違ったりとか、全くその価値観とか目線がない、視点がないっていうことは多々あるんですよね。なので、そういった意味でも、ああ、なるほどね、とか、もしかしたら逆に、はあ、みたいな風に思うこともあるかもしれないんですが、ぜひね、保護者の方に読んでいただけたら、一番いいなって思う。これはもし自分が塾講師今実際やってたら、絶対勧めますもん。保護者の方に。貸しちゃいけないか。貸したら怒られますね。実際読んでみてくださいって言いたくなるような本だったので、もしよかったらね、本屋さんの方でチェックしてもらえたらと思います。かなりね、話題になってて売れてる本なので、多分、目立つとこにまだ本屋さん置いてあると思いますんで、よかったらこちらね、坪田信孝先生の、どんな人でも頭が良くなる世界に一つだけの勉強法、ね、チェックしてもらえたらと思います。